その罪は汚れた正義をつかむのか。オルディア大陸歴1910年、鉄と蒸気と銃の時代、産業革命に成功した世界はその一方で急激な人口増加と資源不足という問題を抱えた。そんな中、次世代の新エネルギーとなりうる夢の鉱石マギカイトが発見される。オルディア大陸の盟主国であるオルディス連合王国はマギカイトの平和利用を目的とする国際会議の開催を決定し、主要7カ国を招集する。しかし海異常の爆破、ベルム帝国の宣戦布告、平和の象徴となるべき会議は凄惨な未来の幕開けとなる。7つの国家、7人の主人公たちはそれぞれの正義を抱きながら未来へ進む。僕にとっての正義は世界にとっての罪なのか。この世界のどこかにある審判の塔、そこには祈りの天秤といわれるプレカトゥスの天秤があるという。人の祈りから生まれいずる希望は正義と罪のどちらに傾くのか。全ての絶望と一つの希望の物語。